どうも、最近アルテラにハマってるこの手だぜ。魔力5本勢は魔力管理が難しいなとその手だよ。というわけでアルテラ使ってきました。なんで使ったかというと、星5の中でホーグさんなのがアルジュナとアルテラだったので、せっかくだから使ってみたかったというのがきっかけです。あまりガチャはしないタイプだからな。そしたら、クリティカルがまあ、楽しい楽しい。お前クリティカル大好きだもんな。ジャンヌは持ってないんですけどね。で実際使ってアルテラの霊槍は火だまりにしました。火力霊槍は使わないのか？攻撃してる時に横槍入って回避ミスったらあの領域なので。まあクリティカルで闇打ちする時の保険だな。あと、生存率は宝具打てるかに関わってくるので宝具さんを生かしたいなと。せっかく宝具上げてるのに使えないのはもったいないしな。さて、対面を見ていきましょう。まずお味方ジャンヌが白ジャンヌに相性有利ですね。対してお相手エミヤがアルテラに相性有利。まあ、殺式見るのが妥当ですかね。エミヤはクリティカル出る編成だから気をつけてな。一発でもクリティカル食らったら HP 半分以上持ってかれますもんね。エミヤが攻撃振ってる間はあまり攻撃振らない方がいいかもな。回避踏んでも横から攻撃されると当たりますもんね。というわけで始まるぜ。私を神の鞭と呼んだな。試合開始を、サトマガン早速来てますね。さてまずはスキルばらまいておきましょう。第3スキルの星出しで次の攻撃でクリティカル狙っていくって感じか。あと、しっかり殺式を抑えておきたいですね。まあ、マガンは外しておく。次の攻撃でクリティカル狙っていきましょう。お、バスターに結構スター乗ってるね。エミヤに見慣れてましたが、味方の匂いでチャンス。暗いバスター。お、なんか巻き添えで倒せたな。相性振りでもこの火力。これで相性振りはいなくなったな。お相手の殺式が無敵貫通つけてるので抑えましょう。と思ったら、ここでスタン。こちらにタゲ向いてなくて助かった。しかしお味方ジャンヌオルタに停滞ダメージ。あ、しまったドレイクの癖が出た。射撃属性じゃありませんよ。最近ドレイクばっか使ってたので悪い癖が出てますね。直さねば。さて、殺式に逃げられてしまった。ジャンヌオルタが HP 少ないのが気になるところ。お相手も同じ感じだから殺式早く落としておきたいな。と思ったらまた針が宝具持ってる。これは周りうろうろしてまた針に向かってくる相手カットすれば巻き込めるやつだな。お、この距離なら問題ないか。よしよし。結び、開き。私という女に溺れてちょうだい。殺式が見ようかかったので落としに行く。お、なんか破綻巻き込んだな。抑えようとするも攻撃続かなかったな。そのせいで逃がしてしまう。破産先生の方が早いから追いつくのは無理そうですね。ゲージ差は今のところ勝っている。これは HP 少ない方を落として枚数有利作れるかがポイントになるかな。ヨネネロが噛みついたので横槍。ここで横槍入れられるのが怖かったので単発当て。しかし誰も見てなかった。お、これは運良く回避踏んでたところを攻撃できた。腰出せてなかったのは残念だな。おっと、お味方落ちてしまう。その間にこちらは負担を決めていく。まあ、カット入りますよね。あ、回避ミスったな。読まれたかな。まあ、そんなにダメージ派。あ、回避。やばい。ここは慎重に抜け出していく。ふう、危ない危ない。お味方も到着したしこちらが時間稼ぎしてれば、HP 的に味方が勝ってくれるはず。お、よしよし。あとはやられないようにするだけですね。HP も回復しといて。さて、攻撃と、魔力魔力。あ、これはフルコンか。あ、危ない回避してくれたおかげでフルコンは免れた。ここら辺セイバー使うときは気をつけないとな。最近治ってきてはいるのですが。さて、聖杯権限時期だが自分の HP じゃ撃破されそうだから宝具決めたいな。過度に追い込めば攻撃も当たるでしょう。クイックの攻撃は出が早いのでいいですね。半分ぐらい削れたな。ここでタゲが集中してますね。ガード安定かと思いきや、動くの遅すぎた。逆に木のカットが怖くて動くのが遅れたか。宝具も当たらず。やばい聖杯キルされたら結構きついぞ。今の状態だと魔力なくてギリ貧だな。ここはせめて魔力回復し、週末回避するしかない。なんとか避けれた。魔力回復する時間なさそうだな。追い詰められる前に攻撃を当てる。ギャスに木のカットがきついな。ガードは間に合ったよかった。お、ここでサポ回避。ここで少しでも魔力回復しておきたい。なんとか保って入るがきついな。そうしてる間にお味方がお相手を撃破。救援が期待できるな。って、追い逃げれそうなのに宝具出すな。気持ち的にいけそうな気がしたのですがやっぱりシューターの目の前で無理ですね。お、お味方到着。これは宝具チャンス。命は壊さない。
その文明を粉砕する。飛んでいっ、危ねえ。あの状況でまさかの聖杯ダッシュで復活だな。マジでギリギリの粘りだった。これで自分が生き残っていれば逆転されることはないでしょう。クリティカルも出やすいのでいつもより多めで攻撃性が増しております。刀剣生物みたいに言うなや。まあ、エミヤは鬼方二人に見られてるので大丈夫として殺式相手になりますかね。まあ、時間的にガード安定。お、これフルコンや。ここで聖杯キルしてゲームセット。対戦、ありがとうございました。前半戦のクリティカルは楽しかったですね。その後聖杯取られて聖杯キルされそうだったがなんとか粘れたな。あれは、危なかった。にしても2匹の回復が地味に生存率上げれていますね。それで攻撃しやすくなるしな。さて、次の試合です。対面に孔明いますね。必中はダヴィンチちゃんか。まあ、開幕は逃げ安定ですかね。対抗できるサバいないしな。このステージでは孔明が出てくることは必然。今こそアルテラの磁力が試されるとき。と言っても最初のバフ効いてるときは無理そうですけどね。にしてもようやくこのステージともおさらばか。ロンドンのピックアップサバなんだろうな。ロンドンのピックアップサバがジャックだった場合、自分のドレイクが吐血するんですけどね。私を神の鞭と呼んだな。さて、なんかスキル使ってますがよい子は真似しないでね。逃げのところ時間の無駄なので早送りするぜ。はい、ということで続き。スキルが集中砲火されてます。ここ突っ込んでも防御バフ使われるので攻撃しに行っても無意味。リスク高すぎますからね。ここでなすすべなくやられていく。枚数振りになってさらにもう一人の味方もやられていく。まあ、ここから巻き返しましょう。今行っても落ちるだけですし。損切りだな。できるだけギリギリのラインでお味方復活の時間を稼ぎたいところ。おっと、距離感ミスったか。お味方のリスポーン位置がやや離れてるな。ここで早くお味方と合流したいところ。普通に合流できそうだな。では、まず孔明落としたい。孔明を倒さねばゲームが始まらぬ。さて、これでクリティカルは絶対出る。お、サポマガン。これはぶち当てていきたいですね。攻撃的だな。決まりましたね。なかなかの加速。あとはゴリ押しできれば撃破できそうですね。お、ちょうどスキル使ってきてくれた。さて、枚数有利のうちに攻めておきたいところだな。さて、あと診断。おっと、回避のタイミング雑すぎましたね。リレー回避されても当てていく。このアルテラのアース優秀ですね。お相手にイスタルが近づいてきてるので早めに倒しておきたいところ。ギリ届いてないな。その間に倒しましょう。よし、これで警戒すべきホールは今のところマルタさんか。で、イスタル必中だったのか。それがなくてもスキルで無敵貫通つけれますからね。あれ結構危なかったですね。お、お味方アルジュナが光ってる。さすがに無敵貫通残してると思われるので抑えることは無理そうですね。あ、マップ見てなかったな。お相手オクタさんだった。あ、これまずいか。一発クリティカルを見舞いしておきたいが。あ、欲張って2段目出してしまったな。やらんかった。ここ、落ちては味方に聖杯譲りですか。と後から思いましたが、この状況で他を見る余裕なかった。ガードバーストでなんとか逃げていく。我が旗よ、我が同胞を守りたまえ。君の地でエテルネにしてもさっきのところ攻撃振っていいかも怪しかったけどな。ここは宝具狙って聖杯獲得しないと HP 的にまずい。なんかいつもそれじゃね。たまたまです。お相手リスポーンしてきましたが合流されますね。まあ、HP 的に無理に抑えようとすればやられるし。あ、宝具しました。ラッキー。命は壊さない。その文明を粉砕する。またもや聖杯を取ってしまった。これで HP 回復して積極的に攻撃できるな。相性的にオクタさんみたいところ。さて、リスポーンした相手はどちらに行くか。こちらは角に追い込んでチャンス。お、スタンですね。これはバスターねじ込んでおくか。最終弾は避けられていく。
お相手破産はこちらに来ましたね。聖杯キルされそうな場面だからな。お味方が抑えてくれる模様なので、お二さん打ち取って聖杯キルしていきたい。あと少しだな。よしよし、このまま押していい。ここで空振りかよ。しかし回避踏んだので、こちらも回避して抜けて聖杯キル。これでお味方一撃撃破されて逆転もない。リスクを貸してまでお味方救援しなくて済みますね。ここは枚数有利でしっかり打ち取っていきたいところ。急いでたから3匹使えなかったな。使ってたら火力出てたもんな。さて、相手も回避3回使い果たした。あとは式の攻撃耐えれば勝てますかね。ガード安定だな。必中相手に下手に攻撃すると済みますもんね。おっと、これはお味方ギャンヌの砲兵来ますね。と言っても HP ミリポエので逆に救援行くとピンチになりそう。お味方がお相手イシタル撃破してくれたので無理に攻める必要なくなりましたね。お味方マルタさんが使ってたから、その範囲内に入って勝ち合えば宝具決まるな。このまま勝ちはいただきですかね。最初はどうなることかと思ったな。やっぱり聖杯って大事ですね。ここでゲームセット。対戦ありがとうございました。さて、今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。もしチャンネル登録してくれるとドレイク、聖杯伊蔵さん動画を出す予定なので見つけやすくなるぜ。高評価もしてくれると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした、マスター。お忘れ物にご注意ください。